everybody, it's Hiroko from Meijin Boss. Think for a moment about what life would be like if you had no arms or legs. Despite his handicap, Hirotada has accomplished many things in his life. And today, we are lucky enough to have the chance to sit down with him and hear more about his story. Let's dive right in. よろしくお願いします。はい、お世話になります。よろしくお願いします。じゃあもう普通にやってるんでそれを撮っていただく感じで、なんか逆にリクエストがあったらちょっとそこで止めてくださいとかおっしゃってください。義足じゃないですか。ロボットってついてるってことは他の義足と今のところで違う機能とかってあるんですか。今はその膝が電子制御で動くっていう機能をほとんど作動させてないので、今の段階ではこれまでの義足とほとんど変わらない状態ですね。僕これを履きこなせるようになってきたらその膝が少しずつ曲がるっていう機能を作動させていくので。でもなんで履きこなせるようになるまではそれは動かさないようにするものなんですかね。逆に、曲がっちゃうと歩きにくいんですよ。なるほど、はい、行く行く階段とかを上り下りするようになるには曲げないといけないしっていう、あとあの椅子に立ったり座ったりっていうのも膝が曲がらないとできないのでですね。疲れちゃいますよね。これ何往復ぐらいしてるんですか、いつも大体。そうですかね、何往復ぐらいなんだろうね、いつも。あ、数えてないです、うん、やっぱりそれ、これを痛くても諦めないで頑張る、そのモチベーションはどこから来てるんですか。成功することによって、テクノロジー×福祉っていうことにすごく貢献できるのかなと思うし、まあ、いろんな方に希望を与えられることになるのかなと思うと、うん、頑張んなきゃなっていうモチベーションにつながってますね。もう終わった後クタクタで、練習後数時間はほとんど使い物にならない状況なので限界近いですか。締め付けがすごいんで、取ると思う足がこんな色になっちゃいますよ。あ、赤くなってますね。じゃあちょっとシャワー浴びていきます。はい、いってらっしゃい。この視聴者さんたちの中でまだ乙武さんのことを、はい、あの知らないかもしれない海外の人たちの中、まあ、そうですね、はい、の人たちのために簡単に自己紹介をお願いします、はい、皆さんこの体に驚かれるかと思うんですけれども、私は先天性四肢欠損といって、まあ、この状態で生まれてきました。乙武博忠と申します。あの私今42歳になるんですけれども、22歳の時に出した本がまあ、ベストセラーになったことで、多くの人に知られるようになりまして、その後、まあ、様々な活動をさせていただいております。その当時ご家族はどういうふうに受け止めてきたかっていうのはご存知ですか、はい、実は私が生まれてから1ヶ月間はちょっとショックが大きいのではないかと、合わないような状況が続いてたんですけれども、まあ、ようやく1ヶ月が経って初めて、まあ、私と対面すると、まず最初に私を見て可愛いというふうに言ってくれたと、まあ、私の、まあ、始まりですね。でじゃあご家族の中で同じコンディションで生まれられた方っていうのは、は肉親では一人もいないですね。じゃあ初だったんですね。そうですね、だからおそらく遺伝ということではないと思います、うん、子供が3人いるんですけれども、あの3人いらっしゃるんですね、はい、あのただ子供にも障害はないので、音だけ少年が、うん、あのみんなとちょっと違う部分があるんだなっていうふうに自覚を持って気づき始めたのっていうのは何歳頃だったんですか。これが難しいんですよね、うん、やっぱ幼稚園とか小学校に入っ
った時に、初めて僕の体を見た子は、え、どうしてないのって必ず聞いてくるので、どうして手足あんのって聞き返したんですよ。うんうんうん、そうすると向こうも結構困っちゃうんですよね。え、だって、いや、生まれた時からあったから、うん、でしょ、俺も生まれた時からなかったから以上みたいなそうするとお互い、あ、そっかみたいな、確かにってなっちゃいますね、うんうんうん、なんか。ただじゃあそこで深く悩んだとか、なぜ自分はこういう体で生まれてきたんだろうと、こう落ち込んだりということはなかったので。小耳に挟んだんですけど、うん、その頃の小学校の担任の先生がとてもいいきっかけになってくださったんですか。はい、うん、あの小学校6年間は2人の担任の先生に、受け持っていただいたんですけれども、1人目の先生はもう当時60歳近い大ベテランの先生で、とにかく他の子と何でも同じようにやってごらんと。例えば算数の授業なんかでは定規を使ってまっすぐに線を引いたり、コンパスを使って円を描いたりなんていうのも、普通の先生だったら、あ、じゃあそれは隣のね、お友達にやってもらいなさいなんて言ってしまうところだと思うんですけれども、それも手伝うなということだったんで、おかげで私定規使って線を描いたり、コンパスで円を描いたり、ハサミを使って紙を切ったりなんていうのも今でも自分でできるので。ハサミってちなみにどうやって使うんですか。こういった形で、こういう感じです。おお、はい、なるほど。5、6年生の時に担任をしてくださった方は、当時まだ20代の男性の先生だったんですけれども、今度はまるで別、逆の方針で、何でもみんなと同じにする必要はないと、前にできないことがあるなら他のことで何か補えばいいじゃないかと、結構指針となる考え方に触れることができたなというふうに感謝をしてますね。子供時代にその手足がない状態で成長することで、何か直面した一番苦労したり辛かったことってありますか。手術ですね。私小さい時に4回大きな手術をしてるんですけれども、手だけ、肉の成長よりも中の骨の成長の方が早くって、肉を突き破って骨が出てきてしまうというような、ね、はい、症状にずっと悩まされてきて、その度に、さまざまな手術を受けることになったんですけれども、背筋をスライスして、それをその腕を包み込むように縫い付けると。幼稚園の時の手術は、腰を切って、そこから腰骨の一部を切り出して、この腕の骨のところにくさび型に打ち込んで、腕の骨がそれ以上伸びないようにっていう手術をしたんですけど、それはあまり効果がなかったみたいですね。そういうのはやっぱちょっとしんどかったですね。でもまあそれで解決はできたんで、ようやく成長期が終わって、そこからは同じようなことに悩まされることはなくなりましたね。乙武さんの著書の中で一番のベストセラーといっても過言ではないもの、はい、例えば五体不満足だと思うんですけれども、はい、うん、出版した後にやっぱり出さなきゃよかったかなって不安になるようなこととかってありましたか。最初の3年ぐらいはずっと思ってましたね。有名になりたいと思って本を出したわけでもないし、多くの人に読まれる本になるという覚悟も持っていなかったので、本当にその生活環境が激変して、メディアからの取材依頼が殺到し、2チャンネルのね、匿名掲示板でものすごい誹謗中傷を受けるようになったり、当時まだ僕大学生だったんですけれども、大学の前で待ち伏せて刺し違えてやるっていう脅迫を受けたり。なんでそんなこと言ってきたんですか、その人。まあご本人も障害がある方で、本を出して以降、少なからずバッシングも受けるようになって、割とこう障害当事者やそのご家族というケースが多かったんですね。でそれは、いや、お前はたまたま恵まれてただけなんだとか、お前が登場してきたことによって乙武さんだってあんなに頑張ってるんだから、あなたも頑張りなさいというふうに、言われるようになってしんどい思いをしているとか、
そういう、声をいただくようになって、自分は障害者のためにと思ってあの本を書いたわけではないですけれども、ね、ところが結果的にそういう方々を苦しめることにもなってるとした時には、うん、想定外だったとはいえ非常に申し訳なかったなと思いましたし、自分の中で感情を消化するのにやっぱりそこにも何年かかかりましたね。そういう学校とか家庭内みたいに乙武さんにとってすごい安全な環境からそうじゃない環境ももちろん世間にはあるじゃないですか。そこに飛び出してから何か変化ってありましたか？31歳の時から3年間小学校で教員をしていたんですけれども、その時の環境が一番しんどかったかもしれないですね。日本の教育現場というのは新しいことをやろうとする人、他の人とは違うやり方をしようとする人に対して結構こう風当たりが強いんですね。私はまさにそういった新しいことをやりたいし、人と違うやり方でこれができないだろうかと考えるようなタイプだったので、ましてや、ね、ちょっとこう名前が知れた人間が一教師として教育現場に入ってくるというような形だったので、ああ歓迎されてないなという空気を感じながら仕事をしていたので、これまでの環境では一番しんどい時期だったかもしれないですね。今も先生として教えられていますか？2010年に退職をしたんですけれども、やっぱり私は子供に限らず若い人を育てるということが非常に好きみたいで、5年前から大学生たちを対象にしたプライベートゼミみたいなものを立ち上げて、私も一緒に学ばせてもらっているというような場を提供しているようなイメージですかね。脳性麻痺っていう障害があって、生まれつき脳の障害で首から下に麻痺があって、特に足に強く出てるっていう感じ。乙武さんと寺田さんはどういうふうに教え合いになったんですか？いや、もう僕が一方的に憧れてて、で上京した時に僕がお手紙を持って会いに行ったっていう。僕が登壇するイベントの会場の車椅子トイレの前で待ち伏せされたんですよ。そこしかないですからね、ピンポイントで。その後すぐに LINE だったり Facebook を交換してくださって、そこから5年間進路相談に乗ったり。その5年前は何をされてたんですか？ちなみに僕はその頃車椅子でお笑い芸人を始めたての頃だったので、お笑い芸人やってました。今はYouTuber をやらせてもらっていて、なるほど、2人で夫婦でこう YouTube やってて、こう車椅子の子たちが一歩を踏み出してくれるような感じになったらいいなと思って、ハンディキャップをお持ちのご自身が乙武さんからどういうふうに影響を受けたり、インスパイアされたりしてきましたか？乙武さんが多分ここまで来たのって手足がないからっていうのはただのきっかけだと思うんですよ。もうありえない努力をしているのが僕からだったらよりわかると思うんですよ。同じように障害者だから、そこが一番僕が乙さんを尊敬しているところだと思います。僕40歳の時に仲間を招いて誕生日パーティーをやったんですよ。でその時に何人かの友人にスピーチをしてもらったんですけど、頼んでもないのになんか勝手にスピーチ出したんですよ。泣きながら、いやもう、おつさんごめんなさいと、おつさんがこんなにしんどい思いをしながらその世間の矢面に立たされてるのはやっぱりおつさん一人しかいないからですと、出るべき障害者がまだきちんと出れてない、もっとそういう人間がおつさん以外にもいっぱいいれば一人で抱え込まずにね、おつさんの負担っていうのをみんなで分散できるはずなのに、本当に僕らの力不足のせいでおつさん一人に背負わせてしまって本当に申し訳ない、これから僕らも力つけて頑張るんで
もうちょっと時間ください、待っててくださいっていうのが、結構泣かされましたね。いいやつです。ごめんなさい、もう、マジ泣きそうなんですけど。いや、もう本当に当時、まあ、騒動があって、うんうん、いろんな芸能人の方がブログを書いたり、やっぱやるとヤフーニュースとかに載ったりするじゃないですか。で、フォローがしたくてもできないっていう、本当に無名の無名だったんで、力のなさ。その2016年に乙武さんがスキャンダルが騒がれたじゃないですか、うん、どんなことが起きたのか教えていただけますか。私が当時、まあ、結婚をしていたんですけれども、うん、まあ、妻以外の女性と交際をしているという事実が、うん、まあ、週刊誌に書かれたことで、まあ、それまで続けてきた活動というのが、うん、まあ、一旦全てストップせざるを得ないようなっていうことがありました。その頃確か政治の活動もされ始めて、国政選挙に、まあ、少し出馬を考えていた時期ではあったんですけれども、まあ、それも当然取りやめにせざるを得ないというような状況でしたね。まあ、逆に言えばその政治の世界に出ようという意思が少しずつ知られるようになったからこそ、そういった記事が出たという、出ようと思っていた私が出れなくなることで得をする人間がいるということですね、はい、なるほど。なんかほとんどの人たちってそういう辛い状況に追い込まれたら、うん、もう第一線からはさっと身を引いて、うん、ひっそりと過ごすじゃないですか、うん、それでももう逃げないで第一線に立ち続けて立ち向かおうって思えるその強さというか、それってどこから湧き出てるものなんですか。やっぱり日本に多様性をもたらしたいっていう、うん、その思いだけどしてもやっぱり捨てることができなかったんですよね。やっぱり自分がまだすべきことって残ってるんじゃないのかなと、なので帰ってきました。じゃあなんかその乙武さんが一番辛かった時に支えになってくれたものって何ですか。いや、もうそれは彼ですよ、うん、これはもう元々は友人で、うん、この3年間は迷惑をかけてしまったし、ここを辞めて他で働くことはいくらでもできたと思うんですけれども、あの中でも残ってくれて支えてくれたというのは、うん、感謝しても感謝しきれないですね。私にとっては本当に家族と呼んでも差し支えのない大切な存在ですね。でその日本は国としてその障害を持っている方々に対して十分になんか対応できる施設は整ってると思いますか。私もこれまで世界75カ国回ってきた中では日本、特に私の住む東京はかなり設備面ではトップクラスに整っているんではないかなと思いますね。人々のこう対応という意味では75カ国の中でもかなり下の方に位置するかなというふうに思いますね。とにかく慣れていないので、どう接していいかわからない、うん、あ、そこに障害のある方がいらっしゃる、これお手伝いした方がいいのかな、しない方がいいのかな、でも変に声をかけることがかえって失礼になるのかなって言って、こう見て見ぬふりをするという、うん、その見て見ぬふりをするという視線を感じるんですよ。じゃあその五体不満足なことに対して一番ストレスがあったのって、うん、いつどんな時ですか。初めて親になった時かな。これまで自分の生活を成り立たせるために誰かの手を借りるということにはそんなに大きなストレスだったり負い目というのを感じたことはなかったんですけれども、うん、まあ、親になって何かをしてあげたい、自分が何かを
すべき存在になった時にそれができないっていうのは想定していなかったしんどさでしたね。なるほど。でなんか次に成し遂げたい大きな目標とかってありますか？自分自身の身体障害とは関係ないんですけれども、うん、やっぱり同性婚は実現したいなと思っていますね。私はLGBT という文脈においては当事者ではないですけれども、やはり日本のマイノリティがいかに権利を与えられていないかということの象徴的な問題だと思うので、たまたま自分とは違う性別を好きになった人にだけ婚姻という権利が与えられていて、たまたま自分で選んだわけでもないのに同性しか好きになれない人にだけその権利が与えられないというのは、本当にこれこそ差別の典型例だと思うので、そこは早く実現していきたいなと思いますけどね。どんな状況に生まれてもできるだけ同じチャンス、同じ選択肢が与えられる社会を実現したい、そう思って